はい、どうも、うずです。今回は iPad の選び方の一つ、iPad Pro と iPad Air 悩まれる方がいると思うんですね。形の方ももうほぼそっくりになりましたし、性能もまあ何が違うんかなってわからない方がいらっしゃると思います。私手元に iPad Air 最新モデルと iPad Pro の一つ前のモデルがありますので、まあプロとエアどっちを選んだらいいのかなっていうところの私なりの結論を申し上げたいと思います。はい、iPad Air です。もうあっさりね、あっさり言ってしまいますけれども、まあそれがなんでかというのをちょっと私が使う部分で簡単にご説明したいと思います。はい、まず iPad Pro と iPad Air なんですけれども、サイズの部分はほぼ一緒と思ってください。まあ変わりないです。で、ディスプレイのサイズに関しても、iPad Pro が11インチ、 iPad Air の方が 10.9 インチということで 0.1 インチ差なんですが、これもほぼ違いないと思っていただいていいと思います。まあ、両方使っていて、大きさの違いを実感するようなことはほとんどありませんでした。で、今見ていただいているようにちょっとね、光の反射が入ってしまってますけれども、ディスプレイの綺麗さももうほぼ一緒です。だから差がね、実際ないんですよね、使って。なので iPad Pro と iPad Air は両方一緒に使ってる場合、どっちがどっちか、まあ実際ちょっとわからなくなることがあります。まあ iPad Pro のね、最新版だと、カメラの部分がちょっと四角いスクエア型のデザインになっていて、ライダースキャナーなどを搭載してるから形自体はね、若干違っては見えるんですが、まあざっと見た感じ、まあ Apple Pencil のね、利用に関しても第二世代利用できますので、見た感じの違いはほぼありません。で、外部入力、出力端子もどちらも USB の Type-C になってますので、ここの違いもありません。だからもうほぼ一緒って考えていいと思うんです。外観とディスプレイの見やすさに関しては、そして中に入ってる CPU、 こちらも iPad Air かなり性能が良くなっているので、じゃあ実際 iPad Air と iPad Pro って何の差があるのってなってくるんですね。そうするとよく言われている、まあ一番性能面で iPad Pro のがいいよって言いたくなる機能、それが Apple Pencil などでお絵描きなどをするときに重要になってくると言われるプロモーションっていう機能です。これが iPad Air には入っておりません。まあ簡単に言うと、この画面を追従するペンのね、滑らかさっていうような言い方になるんですが、これが iPad Pro のプロモーションという機能を持っていると 120Hz になってます。そして iPad Air の方は 60Hz なので、ここに差ができるんじゃないかなということはあるんですが、これもそんなに気にしなくていいと思います。私趣味でお絵描きしますが、 iPad Air でお絵描きしても iPad Pro でお絵描きしてもどっちもよく描けます。で、プロの方がこの差を気にするかといったら、おそらくしないんじゃないかなと思うんですよ。まあ上手い人上手いんで、結局。はい、例えばこれ iPad Air の方でお絵描きしたものなんですけれども、このお絵描きしたもので、こう細かいね、線とかね、ちょっと引いてみたりしてみたんですが、全然ペンの方が追従してくれるので、思ったように絵を描くことはできます。まあなので iPad Air がちょっと描きにくいって感じることは、ちょっとね、初めて iPad Air 新しいのを利用してみたんですけど、全く感じることはないです。うん、全然使いやすい、書きやすいツールになってます。まあ、例えば、これが今 iPad Air ですけれども、同じデータを iPad Pro の方にね、クラウドでデータ共有してますので、こうあるんですけれども、こっちの iPad Pro で例えば線を引いたらどうなるかって言っても、それも結局同じような感じで線は引けるんですね。うん。はい、2つとも同じアプリで同じ設定にしてて線を引いてみます。ね。なんかね、差を感じるところほとんどなくないですか？しっかりペンもついてきてくれるし、別に 120Hz、60Hz での差っていうのは数値的には実際あるんですが、お絵描きをしてる状態だとほとんど感じられないと思うんですよ。なので、絵を描くのに iPad Pro が有利っていうのは私は別に感じなかったです。全然 iPad Air で十分です。まあちょっと先ほど例で挙げてたクリスタっていうアプリ以外にも iPad だと Procreate っていうアプリが有名ですけれども、そのアプリで試したところでも iPad Air すごく書きやすいところありますので、全然ね、問題なく使えてると思うんですよ。そう考えちゃうとねまあ今から買うんだったら iPad Air でいいなってやっぱりなりますよね。まあなります。まあでもそこまで言っちゃうと、じゃあうずさん iPad Pro の存在価値ってじゃあなくなっちゃうのっていう話もなりますよね。それは決してないと思うんですけれども、まあ例えば性能面で言えば、iPad Air はステレオスピーカー2個のスピーカーに対して iPad Pro は4つのスピーカーを搭載している。まあそれがどれだけの音の効果を生み出すのかはわかりませんけれども、
あとは CPU に関しても8コア、そして GPU8 コアというのが iPad Air に比べてスペック上、まあ、数値上上ですし、まあ、それが何の役に立つのか分かりませんけれども、まあ、などなど細かい点では iPad Pro しかね持ってない機能、そして新型だとライダースキャナー入ってますからありますので、まあ、そういったところ細かいところ詰めてみると、あ、やっぱり iPad Pro の方が私は合ってるっていう方がいらっしゃるかもしれません。あと新しい iPad Air なんですけども、マジックキーボードも利用できます。ここもちょっと気にする方いらっしゃいますよね、きっとね。公式サイトでもちゃんと歌ってますけれども、しっかり iPad Air の方はマジックキーボードにくっつけて使うこともできますし、はい、しっかりこんな感じでハマって、サイズ感もぴったしです。使うことができます。あ、そうだ、あと新しい iPad Air は電源ボタンのところが指紋認証になってるので、指を触れるだけでロックが解除できるっていうメリットもあります。これやっぱりね便利ですよ、指紋認証ができるのは電源ボタンで。マスクしててもね問題ないですし、ここの部分は明らかに iPad Pro より使い勝手がいいです、確実に。はい、新しい iPad Air いかがだったでしょうか。実際にこの iPad Air だけでね、こと足りるという方も多いと思いますので、私としては iPad Air かなり推しのタブレット端末としてお勧めしたいと思います。はい、私の動画はこんな形で、いろいろなガジェットの実際使った感想や、あとはカメラの話を中心にいろいろなところの撮影なども行ってますので、カメラ好き、ガジェット好き、ゲーム好きの方は、ぜひ他の動画も見ていただいて、気に入ったらチャンネル登録していただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ、例えばの話なんですけど、例えば今私が使っている iPad Pro が壊れてしまったとしたら、まあ、次は確かの iPad Air でいいかなって思いますね。これだけのレベルで、まあ、動画視聴もそうですし、お絵かきもそうですし、こなすことができますので、全然 iPad Air で十分だなって思いました。まあ、あとは iPad Pro がね、どうやって iPad Air との差をこう見せつけてくれるのかですよね。まあ、もちろん大型のね iPad Pro 12.9 インチの魅力は相変わらず損なわれてはいないと思うんですけれども、うん、11インチのちょっと存在意義がね微妙になってきちゃったね。